はいどうもブラッドです。さあ今回はですね、この度エンゼルスの獲得した2選手マグネウリス・シエラとカイル・バラクローを紹介していきます。どちらもマイナー契約ですね。それぞれの選手の長所と短所、そして起用法なんかも話していきますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。それでは早速いきましょう。はい、まずはシエラ。基本情報ですね。年齢25歳、まだまだ若いですね。そして身長180センチ、体重80キロ、メジャーでは小柄な部類に入ります。そして守備は外野、そして左投げ左打ちと。でざっくり経歴ですけれども、2012年に国際 FA でカージナルスで入団、そして2017年はマーリンズの主力打者マーセル・オズーナの交換相手としてシエラがマーリンズに入団。ちなみにシエラの他には現在マーリンズのエースに成長したサンディ・アルカンタラ、そして他2名が含まれていました。そして今回のマイナー契約ですね。ここからはどんな選手かというところです。まず長所と短所を挙げます。長所が速い、うまい、そして短所が打てない。非常に分かりやすい選手です。はい、まずは長所から。走塁に関してですね、かつてはですねチームでナンバーワンのベースランナーでありアスリートだと評価されていただけあり、足の速さは相当速いですね。2021年の記録なんですけれども、スプリントスピード、その選手のトップスピードを示すものなんですけれども、これがメジャー全体の上位 8% を記録しています。大谷選手よりも少し速いくらいですね。さあ、そしてそれだけ速ければ盗塁はどうかというと、2021年盗塁が11個記録し、失敗がお見事ゼロ、成功率 100% を記録しました。その前までのシーズンですとキャリアで成功率 60% ですので、何かコツをつかんだのか、スプリントスピードは正直年々下がってきているので盗塁の技術が単純に上がったということになりますね。これはエンゼルスでもぜひ発揮してほしい武器ですね。さあ、そしてもう一つの長所が守備ですね。こちら外野なんですけれども、メインはセンターで、ただレフトとライトもある程度出場経験がありますし、どこも無難にこなしますね。そして守備指標ですけれども、2021年 DRS がプラス7を記録してましたので、守備は全く問題はないですね。去年はたびたびファインプレーも披露していました。そして肩なんですが、動画で1個だけ思いっきり投げてるシーン見ましたが、まあまあですね、まあ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 ぐらいですね。長所に関しては以上です。さあ、続いて短所ですね。打てないとはっきり言いましたが、実際成績を見てみましょう。どうぞ。はい、これがメジャーの全キャリアの成績ですね。この中でも最も重要な一番下2021年を見てみます。さあ、この年でもうメジャーデビューしてから5年も経ちますから、マーリンズの方としても、そろそろ、打つ方も開花してほしいなというところで、試合も、キャリアでは最も出てます。しかし、分かりやすく見ると一番右 OPS ですね、5割4分クリーン、これはいかんですよ。これはちょっといけないですね。6割でもかなり問題があるレベルですので、5割4分クリーンというのは、かなりメジャー定着は厳しいなと。その隣2割8分1厘っていうのが出塁率ですね。これも低いですね。フォアボール、三振、どちらもメジャーの平均以下ですから、しょうがないのかなと。あとパワーも見てほしいんですけれども、真ん中のホームランですね、縦に綺麗にゼロが並んでます。メジャーで500打席以上立ってるんですけれども、ご覧の通りホームランがゼロと。これでは OPS もこの低さにはなってしまいますよね。それと分かりやすい比較対象として秋山翔吾選手、21年の秋山翔吾選手の成績に非常に似てるんですね。秋山選手が打率2割4厘でホームランが0、そして OPS が5割3分5厘ですので、秋山選手よりも、ちょっと打ってたかなというところですね。ここはね、もうメジャーでそこそこキャリア積んでこれですので、打つ方は正直、エンゼルスに来たからといって、急に良くなるものではないのかなと、あんま期待しない方がいいのかなと、正直思いますね。短所はこんなところです。はい、シエラまとめます。いいとこもいっぱいあるんですけれども、現状では、幕には入れないかなと。
まあ、外野はね駒が揃ってますし、アプトンがおそらくベンチで待機になりますので、まあ、今のままでは入れないと。ただ外野が怪我した時ですよね、誰か一人怪我した時には4番手として、まあ、入る余地は、まあ、十分あるんじゃないかなと、まあ、守備固めであったり、あとダイソー要員ですね、まあ、ダイソー、まあ、盗塁ねできるっていうところも伝えましたので、ダイソー要員でベンチに入ってると、まあ、一つ面白いのかなと思いますので、まあ、十分今季メジャーでね姿が十分見られる可能性は高いですね。シエラに関してはここまでです。さあ続いてはバラクローですね。31歳、もうベテランですね。身長190cm に103kg、ピッチャー、そして右投げ右打ち。経歴ですけれども、2012年ドラフト7巡目でカージナルス、それ以後マーリンズ、ナショナルズ、パドレス、ヤンキース、ツインズ、今回のエンゼルスと、1,2,3,4,5,6,7球、エンゼルスで7球団目ということになってます。さあそしてこちらも長所と短所ですね。まず長所、長所が三振が取れること、そして短所はノーコンということになってますので、早速見ていきたいと思います。さあまず長所ですね、こちらも成績を見ていきましょう。さあ実は結構ね実績残してるベテランでもあるんですよね。2016年にはチームの新人王、そして2018年には月間最優秀救援投手も受賞してますので、結果はねちゃんと時期を見れば出していることは出してるんですよね。特にその中でも一番いいところをちょっと見てみたいんですけれども、こちらですね。あ、その前に球種いきますね。フォーシームがマックスで98マイル、そしてスライダー、そしてたまにですけどチェンジアップとカーブを投げますので、まあ、よくある右のパワーピッチャータイプですね。でこの2016年赤枠のとこですね、バラクローが最も働いた年でもあります。75試合で 72.2イニング、そして三振が113個、で一番右ですね、9イニングあたりの三振14、これすごいの分かりますよね、14三振と。これかなり三振率がえげつないんですね。これも似てる選手探したんですけれども、去年ですね21年最優秀救援投手に輝いたホワイトソックスのリアム・ヘンドリクス、この投手と非常に奪三振似てましたね。三振数は113で同じ、そしてヘンドリクスは71イニングですので、まあ、ほぼほぼもう現在のメジャーのトップクラスのクローザーと奪三振率が一緒であると。ですので少なくともバラクローはですねこの年にはもうメジャー最高クラスの三振奪取能力を持っていたっていうことになってます。あと他の年でも一番右の9回あたりの三振数見てみてください。まあ、14がピークで、まあ、他の年はねちょっと見劣りするんですけれども、これでも十分高いです。もう10あればかなり三振の能力が高いので、でそれが、去年でもね 12.5、 かなり高い水準になってますので、まあ、三振は期待できるピッチャーですね。やはり投手にとって三振っていうのはねかなり僕はいいと思っていて、一番間違いが起こりませんから、まあ、メジャー全体でも、まあ、三振の取れるピッチャーを起用する傾向にありますね。なのでマイナー契約とはいえ、まあ、これだけでも結構期待したいピッチャーだなと僕は思いました。長所に関しては以上です。続いて短所のノーコンというところですね。これもこちらの成績を見ていきます。一番右から2番目ですね、 BBQ っていうのが9イニングあたりのフォアボールなんですけれども、これ一番下見てもらうと、まあ、6年間のキャリア通算の数字が 5.5 とありますが、 5.5 はかなりやばいです。もうこれ4で結構やばいので 5.5 はかなりまずいですね。この選手マイナーの時からコントロールが課題だ課題だと言われていまして、まあ、結局、まあ、31歳になるまで、まあ、そこはなかなか改善できなかったということになりますね。このフォアボールはいいところを全部ぶち壊してしまいますので、なんとか、まあ、スプリングトレーニングのうちにですね改善して、まあ、シーズン迎えてくれるとメジャーに上がってきてほしいなというところですね。短所に関しては以上です。さあバラクローのまとめいきます。これ個人的にはですね全然ありですね。まずピッチャーは何人いてもいいですし、エンゼルスの、まあ、現在のブルペンの人員見てみてもまだまだ不安がありますので、ちょっとでもねいい兆しがあるようなピッチャーだったらどんどん獲得して
なんとかエンゼルスで改造してやってほしいなと思いますね。あとあの三振率はね、やはり夢があります。最後もう絶対的守護神イグレシアスにつなぐための絶対的なセットアッパーになる可能性も秘めてますよね。イグレシアスとリアム・ヘンドリクスのダブル守護神みたいな感じになる、そんな夢もあるんじゃないかなと結構期待してます。早くメジャーで見てみたいですね。はい、今回エンゼルスが獲得した2選手の紹介は以上となります。これからもですね、エンゼルスのことを中心に、メジャーリーグの面白い話題とか発信していけたらと思いますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。